はい、皆さんこんにちは、めいです。今日はまだなんか全然違うことやってるぞこいつみたいなね、映画煙突町のプペルっていうのが今ちょうど公開になってるんですけど、まあ、それをね、まあ、見てきたんですよ。それのね、がねめちゃくちゃ良かったマジで。もうめちゃくちゃ良かったから、まあ、その話をちょっと今日して、まあ、皆さんね後で映画館ね見に行ってくださいよ。後悔はしないんで絶対。そういうことで今日もよろしくお願いします。はい、はい、ということで、まあまあそのね映画煙突町のプペルのちょっとまあレビューをするんですけど、まずね前提として僕はですね、まあ、その絵本この映画のこれ絵本のね映画化なんですよ。でその絵本のね映画化、ね、まあ制作組織映画のとその本の原作のね作者は西野さんです。まあ知ってると思うけど、そもそも僕はですね西野さんのファンなんですよ。まあ10年ぐらい前かな。すごいねあの人叩かれてはったんですよ。すごいで、まあ、僕もその時あんまり何も知らなくて、まあエイジの効いたね発言をして、まあ、みんなから叩かれてる人なんかなっていうぐらいの認識で、まあ、まあおったんですけど、5年ぐらい前かな、ビジネス書をまあ周りの人出してはって、で革命のファンファーレっていう赤いねこののがありますけど、これを読んだんですよ僕。でいやこの人めちゃくちゃ頭いいやんと思って、いやこれはすごいと、この人はちょっと普通じゃないと思って、そっからファンになったんですけど、だから僕はね西野さん のオンラインサロンもちょっとまあ入らせて、まあ、いただいてまして、はい、でまあ今回まあ映画見に行かせてもらったんですけど、結構そのまあまあ、サロンメンバーなんで内容っていう、まあ、全部わかんないけど、まあ、大体こういうことなんだろうなっていうのは分かってるんですよ大体ね。それで、まあ、見に行くんですけど、それでもねやっぱりねもうね終始うるうるしてた俺。終始うるうる。一応そのメイキング的なことを見てる来てるわけじゃないですか。だからそのなんていうのかな、その親がさその子供のピアノの発表会見に行ってちょっと感動するみたいな感覚があって、あのシーンこうなるんやとかそういうのをまあ見ながらちょっとうるうるしてたんですけど、もうすごいんですよと、まあ、ツイッターとかそんなんでもう調べると分かるわ、映画煙突町のプペルってどんだけすごいかっていうのを、そのすごさがまあ分かると思うんですけど、感動して最後のラストシーンでね感動して、そのもうハンカチでは涙が止まらないっていうね、もうバスタオルがいるっていうぐらいの感動のラストシーンなんですけど、まあもう残念なんですけど僕はそのねラストシーンがもうちょっと読めちゃったんですよ途中で。だからさほどラストシーンは感動はあんまりそのバスタオル級ではなかったですけど、それはやっぱりうるうるしたわ、うん、まあ、あんまりその内容を言っちゃうとネタバレになっちゃうんであんまり言わないですけど、なんていうのかな、この本はその映画館見に来てる人見たら年齢層高めでしたね。アニメなのにすごい大人の方がたくさん見に来てきて、ほんと子供とかほとんどおらへんかったんちゃうかな。プロモーションで言われてるのにもある通りその大人も、泣ける、アニメだみたいな。だからまあ大人用でもあるんですよ。まあまあ大人向けの内容はそうなんですけど、いろんな見方できるんですよこの映画って。まずその主人公とされるその煙突掃除屋のルビッチっていう男の子と、そのゴミから生まれたゴミ人間の、プペル、その二人の、友情っていうかそういう話でもあったり、その二人がさこの子供たちが苦しいことを経験することによって成長していく話であったり、あとまあまあ家族のね愛であったりとか、そういろいろな見方があるんですけど、僕がね一番ね、まあ、面白かったのは自己啓発みたいな部分の話もあるんですよ。それでその昔さその西野さんがすごいその叩かれたっていう、それがねその西野さんのその人生とこのなんていうのルビッチのさそこがさすごい重ね合わさるんですよ。
それで面白いなって僕思って、まあ、うるうるするんですけど、だそういうところもあっていろいろ面白い見方ができるんです。まあ、大人に向けではあることはまあ確かなんですけど、僕はねぜひ子供さんに、あのそのまあ親御さんに、子供さんに見せてあげてほしいなって思うんですよ。なんでかって言ったら、あのね、その、まあ、あんまりわからないかもしれないです、子供心からしたらちょっと難しい内容もあるから。でも夢を追いかけることをやめるなとね。そのまあ周りが結構その夢を語るとさ、周りから揶揄されたり、あの馬鹿にされたりするじゃないですか。でもそれでもひたむきにその夢を信じて突き進め、ね、努力し続けろ。そうすればいつの間にかあなたの周りにはその仲間ができてるんだっていうね、そういうメッセージ性をまあ発信してるんですけど、そこでやっぱりそのそういうメッセージをやっぱり子供の頃にあの教えてあげたらいいんじゃないかなと僕は思うんです。まあまあ僕はその親からそういうこと言われなかったし、まあまあその親がバカだから全然そういうことに気づいてないのかもしれないし、ちょっとね気づいてたとしてもちょっと照れがあるじゃないですか。やっぱり大人になるとさ、子供にそういうのってちょっと熱いことを語るのちょっと恥ずかしいみたいなね、そういうのがまあまあある方はですね、まあこれを見せてあげて子供に、まあそういうことをまあ教えてあげたらいいかなって思うんです。だから本当はそうなんていうの、まあ大人の方も元の方でまあまあ感動できるんですけど、でも親御さんにねちょっとまあ子供さんを連れて行ってあげればいいかなと思ってます。はい。それからあとね、まあ内容の話はそうなんですよ。それで絵もすごいんですよ。アニメーションものすごいすごい。西野さんがこのクオリティでも世界を圧倒するって言うたんですよ。いやほんまにそうやと思って、あの普通シーンとかでさ、この主人公だけが抜かれるシーンとかあるじゃないですかね、このもうし人物だけが。だから背景って結構その、まあ、雑って言うとあかんけど、まあまあそのまあ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 みたいな感じのな感じになる時があるんですけど、もうない、そんなシーンない。マジで緻密なアニメーションが全てにおいて作られてて、そんもうすごいなっていう、ほんまクオリティで、これほんまに世界圧倒してるぞと思って、いや本当に手抜きのシーンなんかないよマジで、もうすごい。これほんまにあの、まあ、僕全然そのアニメーションのこととか全然わかんないですけど、あこれすごいなって思った、素人目にしても、あすごいわって。ちょっとぜひあの映画館で見てください。本当に今ちょうどねやってるんで、あのもうそろそろいかんと多分次ブームが来るから、もう多分もう見れんくなると思うわ映画館で。もうそのうち来るからマジで、あのみんなが行くようになってしまうから、あのぜひね今日明日にでも行ってみてくださいよ。はい。ね。岡山のね、東宝シネマ。じゃあ、東宝シネマちゃん、イオンか。イオンにあるね、映画館行ってください。はい。ということで、今日はね、映画、煙突町のプペル、が最高だったっていうね、企画でした。はい。ということで、はい、今日もありがとうございます。はい。